こんにちは、クリビです。今日はですね、福岡の大名にありますザ・クラフトっていう、レストランのグランドオープンということで来ています。で、お昼もランチしたかな、したりで、夜も来てみたんですけども、で、今カウンターでフレンチトーストをですね食べてコーヒー飲むと思ってます。で、ですね、あのチャット GPT 皆さん使ってますかね。あの AI がチャット形式で答えてくれるってサービスで、で、それがですね、それが iPhone アプリできまして、っていうのが YouTube で大輝さんっていう、あのパソコン博士みたいなすごいあの IT に詳しい人がいて、その方の動画を見ていて、その方も昔音楽やってた人ですごい共感して見てるんですけど、で、チャット GPT がアプリになったって紹介してたんですね。まあ、へえと思って見てたんですけど、アプリになっただけじゃなくて、あのホーム画面にチャット GPT を登録する方法があったんですね。それをちょっとご紹介してみたいと思います。はい、でこれの設定の仕方なんですけど、こうやってカスタマイズをします。でこれを押して、でこうやって枠が出てくるんですね。で、ここで、アプリをチャット GPT 選ぶという感じになってます。これでですね、もうあのタップすれば、チャットが始められるという感じになってます。で、これ便利だなと思って、フェイス ID でロック外して、で、そこからアプリ選んでやるんじゃなくて、もうタップしてフェイス ID で解除すれば、もうすぐにチャットが始められるっていう感じですね。なのでこれはかなりいいのではと思ってます。というわけで、チャット GPT を、iPhone のホーム画面から使う方法でした。ご視聴ありがとうございました。